12月5日、天気は晴れ、アルビレックス新潟、高高宏選手が FC 東京へ完全移籍となりました。さらに会社ではコロナウイルスが流行り、僕もなんだか頭が痛くなってきました。今日はおとなしくお風呂に入りたいと思います。お疲れ様でした。